改めまして、ベースヒカルシンガーソングライター、トール小林でございます。本日は、浦部健介、なこぎなこぎ、ね、お足元も、まあ、ちょっと悪くて、で、なんかいろんなものが悪い中、お越しいただきまして、ありがとうございます。イエーイ。ですね、まあ、4人になって、束になって、浦部健介をぶっ潰せと、本人が言ってたんですけども、本人がやめてよって本人が先月言ってたのに今やめてよって、それはないですけどね、関東もんらしくおしゃれな感じでありますんでじゃあ一番イライラするやついきましょうか。じゃあ愛のある日々、ありふれた日々で
それでは早速、インタビューの方をしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、トール小林さんとの出会いはどんな感じだったですかね。浦部健介です。はい、よろしく。はい、ありがとうございます。トール小林ね、はい、彼はね、はい、1年半ぐらい前か2年前かな、はい、新世界ヤンチャーズの、はい、周年で、はい、彼が歌ってたのを見て、はい、やつやなって、歌う子やなって思ってました。それでね、はい、去年の9月ぐらいに、はい、たまたま見かけた時に、はい、俺君好きやから、うちのライブ、うちがやってるライブに来てっていう、あ、オファーを出したんですね。それから大の仲良しです。お、ありがとうございます。なんか僕まで嬉しくなっちゃいます。そんなトールさんの大好きなところ、はい、大好きな曲、大好きなところですね。ところ、はい、大好きなところ、曲でも大丈夫です。大好きなところはね、あいつは誰にでも優しい。ああ、多分、おそらく、おそらく知らんけど、いや、もう優しいですよ、トールさん。優しいな、はい、あいつな。そんな優しさにいつも癒されるというか、ああ、そうですよね、癒されますよね。癒されてないよ。癒されてないですか。癒されてないよ。ツンデレですね。癒されてないよ。はい、そんな、ただあいつの作る曲は、はい、あいつの世界がきっちりあるね。もう最高のパフォーマンスをいつも見せていただいてます。お、ありがとうございます。それでは最後にトールさんに一言、一言、応援メッセージお願いします。愛してる、 I love you。 おいかんどうも、足立区がお前足立区がありがとうございます。ですね、今日ちなみにですね、CD とかそういうの持ってきてますんでね、ボリューム7とですね、あと皆さんからちょっと1円でもお金をせしめ取ろうと思いまして、今日もう1枚持ってきました。でも CD のボリューム 6.5 っていうのをちょっと前に出したやつですね。両方ともですね、6.5 が12曲入って、ボリューム7が、16曲入って、なんと1枚500円からでございますのでね、からをいただけるとですね、僕は明日兵庫のですね、家島まで行きますんでね、ね、高速で行くのか下道で行くのか分かってます。皆さんね、ぜひ協力してください。よろしくお願いします。今月のか。じゃあですね、今回こういう感じでなんかいろんなところに行って、なんかね、ツアーという感じでカメラマンと一緒に、で時にあるコーディネージネも一緒に乗り込んで、いろんなところで歌わせていただいて、で、その様子をガスでどうのこうのだってなってるんです。で、その中でですね、もう本当に数少ない今回のツアーの中で、なんですか、対バンの人がいるっていうのは、うんうん、ね、安心します。一人ぼっちだからずっと歌うのが、ね、本当、ね、無観客って本当辛いっすね。大変っすよ、あれ。本当、ぜひやっていただきたい、皆さん。ね、そんな感じでございますけども、今回だからそういうので、旅に出るんであったりですね、皆さんにちょっと、なんか今回のテーマじゃないですけど、それをちょっと曲にしなきゃいけないなと思って、新曲持ってきました。皆さんにですね、もう感謝の気持ちを手紙で伝えようという意味を込めまして、じゃあラブレターという曲を。長く辛い日々は続きますが、大変なご苦労されていると案じております。だけどもあなたはその素敵な笑顔を覆い隠すことなく過ごしているのでしょう。大した
話があるわけではありませんが、こんなにも会えない日々が続いているので、あなたへの思いが溢れそうで、思いのままに今筆を取りました。だけどあなたにだけはバレてしまうからね、今はこの想いに言葉数合わせ、今大切なあなたにありったけの愛を込め言葉を選んで、いやらしい気持ちと涙も少し織り交ぜて、あなたに綴るくだらないラブレターです。終わりの見えない日々は続きますが、白目で見られることも少なくありませんが、きっとあなたはその素敵な笑顔で涙も拳も隠しているのでしょう。強がって涙も出ない、あなたの顔を見ているといつも、あなたほどの人が気づいていないなら、今までの演技力を褒めてくださいね。今あなたへの想いに身を任せて、話だけではないけど、このラブレターを渡す時は来ないかもしれないけれど、
ばんは。こんばんは。それでは本日インタビューを受けていただきありがとうございます。こちらこそ、はい、まずはですね、はい、トール小林さんとの出会いはどういったものでしたか。銀河呼吸行ってる時に、はい、さっきも言ったけど俺、はい、アンドロメダ星のハス向かいの星から来てんけど、はいはいはい、在日宇宙人やから。在日宇宙人5年に1回、はい、西成区役所に切り替え行ってんねん、はい、実は電気事業をこの地球に教えに来たんやけど、はいはいはい、見ての通りの低たらくです。いやいや、そんなことありません。その時にね、はい、銀河結球行ってる時に、はい、地球まであともうちょっとやでっていう時に、はい、ベース弾いててボンボン。ああ、トール小林さんが、なあ、君が言うて、はい、好きだから、はいはいはい、はい、みたいな感じ。そういう感じで出会ったということ。ありがとうございます。分かりやすい質問ありがとうございます、ね、続いて行くだよ、はい、真空やで、はい、宇宙、はい、ピューってベース弾いて、はい、君のことを言って、はいはいはい、好きなんだ、はいはいはい、ベンベンっていう線も何もつけんと、アコギでね、アコギだ。これが初めての初めての出会い、うん、ありがとうございます。これ英語で言ったら道との遭遇やあ、多分それ日本語、日本語やね、はい、はい、です続いての質問なんですが、うんうん、徹さん今の印象というかどういったところが好きですかね。なんか黒字の眼鏡かけてね、あれ黒字の眼鏡、はい、はいはいはい、なあ、はい、あれもいらんのんちゃうかな、あ、外してさ、はい、ここ黒く塗っといたら、ああなるほど、あの歌ってる時はい、はつけてるけど、はい、歌ってる時つけてなかったりするから、はいはいはい、な、要はあれやん、はい、眉毛剃って、はい、もう眉毛の形整えるのあれやから、はいはい、入れず見れたりするって言ってるやん、タトゥーですね、はいはいはい、あれと同じこう黒打ちの子を、ああなるほど、しといたらええんちゃうかなっていうのが、はいはい、もうずっと切に思ってる印象やねんけど、なるほど、うん、それはしっかりあのこのインタビューを通して伝えたいと思います、うん、また言うといて、はい、わかりました、人の言う話一個も聞かない、あ、じゃあそれはもう必ず聞かせます、うん、言うといて、はい、言うといて、よろしくお願いします。次おった時に、はい、こうちゃんと書いてなかったら、はい、俺が書きたいぐらいやぐらいの熱意で、はい、言うといて、わかりました。それでは最後なんですが、俺も最後やな、はい、最後です。長いインタビューやったけど2時間ぐらいかかったけど、はい、そうですね、うん、最後ですが、トール小林さんに、うん、応援メッセージ一言お願いします。何メッセージ、応援メッセージ、応援メッセージ一言お願いします。書いとかなあかんよ、はい、書いとかな、クローズドメガネ書いとかんと、はい、タトゥーで、タトゥーで、はい、タトゥーでなくてもええよ、はい、ただかけここで重要なのは、はい、水性のマジックじゃ、はい、風呂入るために書かなあかんから、ということは油性で書けと、油性で、かしこまりました、油性で、油性で書くように伝えます。ほんまに、はい、本日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。登録お越し頑張って。はい、ありがとうございます。